オープンキャンパスに参加したのですが、先輩方の優しさに一目惚れしました。またピアノ未経験だったのですが、先生方が優しく教えてくれていい雰囲気だなと思い、この学校にしました。もともと自分は制作が苦手だったんですが、このパネルシアターを進めていく上で、授業で先生方がアドバイスをしていただき、自分もそれを取り入れることができました。また発表する機会があったのですが、先生方や友達のアドバイスを聞いて、実際に保育園で演じ成功することができました。僕の笑顔を見て、保護者の方や子どもたちが笑顔でいれるような、そんな先生になりたいです。